橋の方からこっちに向かってですね、赤い可愛らしい船がやってきています。ボートですかね、だいぶ小さいような気がします。広島駅周辺の川辺に浮かんでいた一風変わったデザインのボート、この辺りだったらどうぞ、いいよ、はい、思うとこ行っていいよ、行きたいとこ行ってごらん、おー、すごいすごい。操縦していたのはなんと5歳の子供です。すごく楽しいなと思いました。ぐるぐる回ったところですね、うん、ぐるぐる船が回ったところです。週末の試乗会では誰もがハンドルを握った瞬間から船長に、速度調節もレバーを倒すだけです。漕ぐボートとか速くとかサップとかと同じように免許がなくても乗れる船なんですよ。なので本当にゴーカートとか、まあ、運転できる方がいらっしゃったら誰でも運転できます。広島市内で自動車販売会社を営む塚本雅彦さんが3年がかりで開発しました。いつもとは違うような景色が見えて楽しかったです。その可愛らしいフォルムに道行く人の目も釘付けに。広島なのに目の前に海があるのにこれを活用できてないっていうことに着目しまして、どうやったらこの海が活性化するだろうなと考えたときに、免許がいらないボートがあるってことを法律で知りまして、ならその法律に沿った船を作ったらいいんじゃないかと思ったんですよ。船舶免許が必要ない理由は、船体の長さが3メートル未満、エンジンも2馬力未満で免許不要艇に分類されるためです。川でも海でも操縦することができます。左に切りました今。左に切って、あ、戻った。あ、もう左に行った。左に行った。あ、操縦できてますねこれ。はい。これでアクセルを。おお。行きます。発進発進。最高時速は8キロから9キロですが、川の流れに関係なく行きたい方向に進むことができます。それほど本当はスピードは出てないんです。結構感じましたよ。ですよね、はい、20キロくらい出てるんじゃないかと思う。イメージがあるでしょ、はい、自転車に乗ってるような感じか。そうですそうです、はい、実はもう早歩きちょっと駆け足手前ぐらいのスピードしか出てないんです。本当はそうなんです。なので安全なんですよ。すでに全国から30件近い注文が寄せられていて、量産化に向けた準備の真っ最中です。今までなかったアイテムが日本で初めて広島で誕生したっていうことを意識していただいて、これをぜひ活用していただけたらなと思います。船舶免許がいらない小型ボートの誕生は、水の都広島の移動と観光の概念を大きく変える存在になるかもしれません。